はい今回は旦那デスノートと、まあ、離婚の関係ということで、えー、まあちょっと考えていきたいと思いますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います。 最初にねお伝えしますけど、別に僕、この、ね、その旦那デスノートっていうのをあの肯定するとか、別に否定するとか、まあ、そういったことではないんですよ。別に肯定も、まあ、否定もしないっていうか、うんまああ、まあ考えるとしたら、なんでこういったものがまあ、あるのかとかね。でどちらかというと、まあ、こういったものに、えーまあ、書き込む、まあ、女性の方の まあ、心理とか、まあ、そういったことを、まあま、じ真面目にってうのも失礼ですけどあ、真面目に考えていこうかなとかっていうのを思うんですよ。まあ、僕はあのね、独身ですから、そうこのね、旦那デスノートとか、あのー、その女性の方の心理とかね、あんまりちょっと言うのもどう,どうかなと思われることがあるんですが、たまにこれ聞かれるんでね、でちょっと調べたんですよ、まあ、どんなものかと。だからまあ,あ、真面目にっていうのも変ですけど、まあ、真面目に、うん、あのお伝えし,あのしていこうと思います。 で、えー、これね、ちょっと難しいんですけど、その否定、肯定とか抜きにして、あのー、世代によって異なるっていうところもあるんですよ。でこの例えば、旦那に対してですね40代とか50代で、えーまあ、例えば旦那嫌い、夫嫌いになる人っていうのがいるんですね。でこのまあどうかな20代30代と 20代30代っていうグループと40代50代っていうのは同じ女性なんですがちょっと違うんじゃないかと、まあ、僕はあの思いましてね、うん、だからまあ一つの、まあ、趣旨っていうか、まあ、目的はこの女性の人からしてね、えー、その自分の旦那とか、まあ、夫がまあ気に入らないんだ嫌いなんだっていうことで、まあ、このノートに書き込んだりそういういろんなところに書き込んだり、まあ、そういった、えー、ことがあると思うんですがそのさっきのに20代30代と 20代、30代グループと40代、50代グループがちょっと大きく違うっていうのはね、まあうん、決定的になのか分かりませんけど、子供があがいた場合ですね、20代、30代。 と40代50代子供がいた場合ですね40代50代の方は子供の、ね、年齢がある程度にな,なりまして子供にあ,のあまり手がかからなく、えー、な,なるんですよ。で、そういったところで、えーね、この女性と、まあ、あ嫁か嫁と旦那がまあ一緒にいて、まあ、いろいろあるんだろうなっていう、まあ、話なんですよね。で、一個ね、これっていうのは結構、あのー、笑えないようなあ笑えるような。 笑笑ええるるよよようなえそううななないいそった内容があるんですよまあこれちょっとあの何て言うのかな、うん、旦那のサイド知らずにやられたらちょっと苦しいなって思うんですけどちょっといくつかえあるんでそれをねこの「旦那デスノートに」に、えー、まあ、書き込まれているっていうことでね、えー、いう話なんですが、まあ、奥さんのサイドからね で夫にこういろんなものを食べさせてい、えー、るとね、ブクブク太る太るって長生きはできないかもしれないとかね、そういったことをやったりとか、まあいろんなものを飲んだり、お菓子食べさせたり、不健康になるじゃないですか。で、ねえ夫にはずっとこう座ったまんまにさせるようにとかね、うん、食べ物には。 あのまあ、動物性の脂肪を、まあ、使ったりとか、うん、まあまあだからなんていうのかな、うん、体調の状態がよくないようにコーヒーとかもまあ好きに飲んでいいとかって旦那に言ったりとかね。 でまあタバコとかも好きに吸っていいとか言ったりとか、うん、夜更かしとかをさせてね朝は早い時間にまあ起こすとかね、まあ、そういったことをまあするとか人がいるとかそういうふうにさせるようなことを書いたりとかねあとその旦那にはこの仕事以外の楽しみ、ね、旅行とかも行かせないとかねあとはまあもうずーっともう1日中四六時中文句をあの言って旦那をいじめるってねでこういうのって何かっていうとあの旦那 精神的にくる,くるわけですよこんなのされたらね。まあ、読んでて、まあ、僕はちょっと笑えないどころか、まあ、恐ろしいことを考えるなとあの思いましたからねそ、それ普通に。で、これも、あのー、後で言いますけど、こういったことを考える人がいるとか、うん、あのー、こういうのをするっていうのは、た多分というか理、理由があるんですよ。うん、で、逆に言って、こんなことされたらさ、旦那って苦しいじゃないですか。で、旦那っていうのはこういうことされてるってわからないんですよ。なんか まあそこはね <laughs> ちょっとうまく言えないんですけど、まあ、女の人もうまくあのやるんじゃないかと思うんですよねあ,あい,い,いいよな何もねしないでそこ座っていればいいよって言ってねなんか食べ物とかね、まあ、食事とか飲み物とかなんか出し,出してくれてねなんかわかんないですけどコーヒーとかもだ出してくれてね、まあ、タバコも吸ってなんか家でねあの満喫してるとね、まあ、い,い,いい嫁じゃないかとねだんだん思うかもしれないんですが全く違う意味があるかもしれないっていうねま、うん、まあそういうい、まあ まあ、一つの説その旦那デスノートの。 いいうことが書かれて、まあ、いるんで、すよで旦那,を旦那を徐々に弱らしていこうっていう、そういう作戦なのかなとかって思うんですけど、で、あのー、まあ、僕はね、さっき言いましたけど、独身なんでわからないんですよ。そんな別にね、ねこういったことを書く人の気持ちもわからないし、その書かれる人の気持ちもわからないんですけど、まあ,あ、普通に考えてですよ、別にこの旦那デスノートを肯定もしないし、別に否定もしないんですけど、うん、まあ、どちらでもっていうか、まあ、あまあ、思いはいろいろあるんだろうなと思うんですけど、 少なからず思うことがあ,のあるんですけど最初に結婚した時は、えー、こんなことは全く考えていなかったはずなんじゃないかなってあの思うんですよ。 な仲良く、まあ、2人なり、まあ、家族で過ごしてい、えーね、けることを、まあ、目指していたんじゃないのかなと思ったんですがいつしかそういった思いがなくなったんでしょうね、うん、それはどういった経緯でな、えー、くなったのかっていうのは分からないですよ個々個別、ねえー、僕の周りにもそういう人あのい,いらっしゃいますけど、まあ、僕はまあ遠目にって言ったら失礼ですけど遠目にあの、ねえー、接してると、まあ、い,い,いい方だと思う,思うんですけど まあ、あ他人には言いづらい、ね、その嫁と旦那の間の関係でいろいろごちゃごちゃあったんだろうなとかって思うんですよ。で、この旦那デスノートと離婚の関係ってこれがですね、あのこれが一番難しいんですよ。これが僕は一番あの難しいと思っておりましてね、うん、本当に。な何が、えー、む難しいのかっていうと、例えばむかつく旦那とかね、えー、もう旦那はもう分からないですけど、もいらないとかそう思う。 すするじじゃゃなないですかでなんでかんあ離婚しないいののかっていうのがあるんですよ離婚する人もいるんですよ当然ねもうあのそれこそや,やってられないと、うん、で離婚する人もい,いますがねムカ、えー、つきながらも我慢して、えー、一緒に、えー、いる人っていうのもいるんですよだから例えば簡単に考えれば,ればですよそういうた簡単な話ではないんですけど 一緒にいるのが苦しくて苦しくてね、えー、たまらないと厳しく厳しくてたまらないっていうことであればそこまであったら離婚すればいいじゃないかって思うかもしれないし別に僕もそう思うんですよ、うん、ただ、えー、じゃあね旦那がまあムカつくとか嫌いだけどなんで離婚しないのかっていうといた、まあ、ってね、えー、単純単純っていうか、うん、まあその単純なことが複雑になるのかもしれないんですけどもしも離婚した場合ですねその経済的な不安にああのまあ、あ陥ることが分かってるわけじゃないですかだからこれ女の人が我慢してるっていうそういう裏 のからくりが普通にあるんで、すよで、えーまあ、そこのせめぎ合いだと思うんですよね。別に僕は当たり前ですけど、それを肯定してるわけでも否定してるわけでもないですよ。そういった考え方からこういったものに行き着くんだろうなって思ってるんですけど、で実際にあのこれね、えー、なんでこういうことを言ってるのかっていうと、こう思うあの根拠があるんですよ、うん、実際に。 み皆さんも例えばこういった話を聞いたりとか、えー、思われることっていのはいろいろあると思うんですが例えばそのまあ奥さん、まあ、お嫁さんのサイドからしたら、うん、そのむかつく旦那とね離婚したらああまあ生成したすっきりしたと思うかもしれないまあ言うなればそれを定義するんであれば精神的に安定したっていうことなんですよしかし旦那と離婚したことによって経済的に不安定になるじゃないですか、うん、だからそこなんですよ問題はね問題というか難しいところは、うん、で僕はあの、ね、え理,理想とはあのるん れるかもしれませんが まああの理想を語りますがそれはね男女仲良く、まあ、夫婦仲良く家族仲良くあの過ごしていけるのことが理想であると思うんですよしかし現実がなかなか難しいとで、えー、分かりませんけどそのねもううさばらしじゃないけどいろんなことをあ溜まってこの旦那ですーどにその書くのかなとかっていうのも憶測したりす,す,するんですよでまたここもなんですけど真面目に考えるんですがあのそのそ夫を嫌う人たちね、えー、そういった妻 たちっていうのはなんでそんなことを思うのかっていう話なんですよでここなんですよ一番の問題は、うん、まあ、問題っていうのはいろいろあるんですが例えばその離婚した後の経済区の問題であるとかってなんですよねここでまああのは,はっきり言って、うん、まあ、ちょっとうん。 なんていうのかなあ、大小っていうかね、大小があるんですけど、まあ、大小、まあ、大大小っていうのは、大はあ問題が大きいってこと、で小は問題が小さいってこと。で、えー、例えばね、えー、問題が小さいところの、あまあ、わかりやすい例例とかで言うとね、旦那の加齢臭がひどいとかね、そういうことを言う人がいるらしいんですけど、まあ、まあ、この中にはいないと思うんでね、まあ、いたら、あの、まあ、僕はそれをご説明しますけど、全く間違えてますからね、それその考え方が。うん、旦那の のカレー臭がひどいって旦那はね、えー、なんか年とともにどうとかって言うんですよ。全く間違えてますんで、それ。なんでかっていうと、旦那の加齢臭がひどいっていうのは、全然別の会社のああのまあ、マーケティング戦略なんですよ。大衆があのきついとか、加齢臭がするって言って、その匂いを消すための商品を売るための、そ,あその,あの裏側で考えられたそのまあ戦略なんですね。マーケティングって言って。別に加齢臭なんていうのはないんですよ。何があるのかってった食べるものによって人間の体臭が、あのまあ、 そのきつくななるるるとかそういった話んんでで食べるものを買えれば治るんですよだからもしも加齢臭がひどいとかってこういうことを思うんであればね食べ物を変えれば治ります別にそれであればそんなに刺し,刺したる、えー、問題ではありませんそれをなんかね分かりませんけどもう,もう無理とかね言ってるような、まあ、人いないと思いますけどそう言ってる人いたらその人が無理ですよ無,無知でありね全くの無知であり、まあ、全くの無知でありって言っても失礼ですけど、ね、この加齢臭の原因とかっていうのを考える人でも少数派だから、まあ、僕とか あまり伊沢様はそうかもしれないんですが、ね、うん、カレー食の話を言うんだったらね、別にその食べ物を直せば解決するんですよ。あのあの健康的な食べ物を食べれば解決するんですよ。だけどこのなんていうのかな、うん、この旦那でスノートで、ね40代50代の人があ書き込む理由というのは多分別なんですよね。本当にこうなんていうのかな、その旦那っていうか結婚相手がまあ嫌いで。 これ分かってることがあるんですここもポイントなんですけど40代50代の,その旦那デスノートに書き込む女性のあ原因っていうのはいや男性側に悪い理由がほとんど9割ぐらいはあるって言われてるんですよ。 だから、あのこれってね、結構、まあ、ま、えー、生意気言ってすみませんってことなんですけど、女の人はこれ悩んでるっていう一つのか形なんじゃないかなと思うんですよ。離婚しようにしても離婚ができない、うん、その先ほどの経済区の問題があるからね、そういうことをな悩むと、その奥底でですよ。で、その例えば、まあ男性側が悪い理由がほとんどっていう、まあ、9割ぐらいあるのかなっていう感じなんですけど、まあ、それっていうのは、まあ、まあ個別いろいろあるんでしょうけど。 まあだけどそういったことをぐっとこらえてまあこういったものに書き込んでえまあ夫婦をよ装っているまあね仮面夫婦なのか何か分かりませんけど普通に考えればですよ皆さんも僕も思いますけどこの「旦那デスノート」とかっていうのを忘れてねうんあの嫁が旦那にそこまでえ嫌いなの気持ちを持つはずがないんですようん普通に考えればねさっきの加齢臭の問題程度であれば別に変わるんでねうんでまあ分かりませんけどこっそりなんか洗濯物のわけですよ するぐらいじゃそこまででなならないと思うんですよまああの嫌いになったら全てが嫌いと、えー、言ってしまえばそれまでなんですけどそれっていうのはまだ、うん、問題は小さいのかなと思うんですよ。で、えー、まあ人によってなんでしょうけどその大きいあ問題を抱えながらまあ、しかしね、えー、その、まあ、離婚をした場合、うん、まあ、生きてい,い,いくわけじゃないですか経済の問題があるんでその経済苦になると困るなって思いながらまあ、ずっと我慢してるっていうまあ、そういったものがこれ裏側 にあるんじゃなないかなだからそのき結構き気軽にっていうかよくこういった話題って話に出るんですけど旦那だんだんデスノートってあの結構これ奥,奥深いも問題なんじゃないかと僕は思ってるんですよ前聞かれたんでねまあ、この話を一応考えたんでえすぐねあの聞かれてあそうですねとかで旦那デスノートなんですね分かるわけないですから、うん、だからまあ本当のことを言えば ね、仲良し夫婦とか、まあ、仲良し家族で過ごしていけることが、まあ、理想だとは思うんですが、まあ、その理想の過程においてなかなか厳しいものがあるとで、まあ、悩んでいる人が多いとでそういったことは、ね、話が長くなるからなのか、まあ、本質だからかなのかな分かりませんけど、まあ、20代、30代の方と40代、50代の方はまたちょっと違った理由があって、ねえーまあ、苦労されているんじゃないかと思いました。 まあまあ、僕にその旦那ですの音とかっていうのを聞かれるとね、まあ、このようにしかあの答えられませんので、で、まあ,あ、独身ですからね、あんまり分かったようなことも、まあ、言えないんで、まあ、あかなり一応これは大変なんじゃないかと思うっていう、まあ、僕の解釈でしたので、まあ、何かご参考に、えー、なっていただけるものがあればと思います。ということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、えー、ありがとうございました。失礼いたします。